中身何がよろしいですかね。鮭です。鮭、はい、490円になります。500円お預かりします。来ました。いや、有馬幸喜です。今年で27歳になります。スポンサーはプーマとエーストラック、ボーンズウィール、グリズリー。データが多くて自然も多いし、スケートできる環境がすげえ整ってるなって。今自分が履いてるのは180っていうスケートシューズなんですけど、これはめちゃめちゃ丈夫だし、で意外とすぐスケボーにも慣れるっていうか、まあ、すぐ柔らかくなるから、最近はずっともうこれしか履いてない。なんか守られてる感みたいなのが結構しっかりあるから、ステアとかの衝撃も普通のスケートシューズと比べたら全然痛くないっていうか。ライター貸して。ハートランド硬いんですよ。おっしゃ、ライターが、ライターのせいです。ライター削れちゃう。
普段は、まあ、本当今日みたいに朝起きてで用事ない日はもう海来て、まあ、ここでスケボーして海入って海風行くみたいな、その後にちょっと慎太郎とかがやってるアラウンド行って、夜は街の方で酒を飲むっていう。友達のユーミングローってやつが書いた。超いい流れで多々良浜までちょっと取って観音崎ステアちょっと取ってアラウンド行って慎太郎の1時間休憩で海風一緒に行って取れてビール飲む。夜です、ナイトまで。夜シェリー行こうかなと思って。あ、めっちゃいいね。やばかったっすね。自分は、まあ、ちょっと怪我してたっていうのもあって、まあ、結構難しいなみたいな。東京最近セキュリティ半端じゃなかったんで、キックアウトもすごいし映像も撮れないっていうのも何回か続いて、まあ、結構自分的には大変でしたね。また自分の まとまった映像を作りたいっていうのと、やっぱ動き続けたいって思います。今日はありがとうございました。ありがとうございました。